中日ドラゴンズ、中田翔選手の獲得の可能性が高まっています。立浪監督は守備重視を明言してはいるんですけれども、打撃重視で組む中日の重量打線がかなり強いということで見ていきたいと思います。 まずは現実的な2024年の開幕スタメン予想から見ていきます。立浪監督がおっしゃっている守備重視というところで考えていきますと、まず1番センターに岡林選手、2番レフトにはやっぱり大島選手かなと思いますね。立浪監督の信頼度っていうのはまだまだやっぱり高いものがありますし、若手よりも大島選手を起用していくのかなと。そして3番ライトには今年ブレイクした細川選手、4番サードに石川選手と、まあ、石川選手に関してはもうサードで一本立ちさせて、まあ、4番を打たせるというような方針 っていうのがあると思います そして5番ファーストには宇佐美選手が入ってくるのかなと。まあ、開幕戦はヤクルトとの試合ということですね。まあ、小川投手とかもそうですし、右ピッチャーが開幕投手、務める可能性が高いので、まあ、そうなってくるとファーストは宇佐美選手が入るんじゃないかと思いますね。そして6番キャッチャーに木下選手。そして7番セカンドには田中美希也選手を入れてくる可能性が高いのかなというふうに見ています。辰波監督はこの田中選手をものすごく高く評価していて、まあ、このキャンプでもすごく注目していたということもありまして、守備に関してはプロでもトップクラスの ものがあるとといいうところままで評価していますセカンドに関しては、まあ、特に走れて守れる選手というふうに立浪監督は条件を掲げているということでやっぱり田中選手を入れてくる可能性高いんじゃないかと8番にはやっぱりショートでリューク選手を入れてくると思いますショートのリューク選手の守備っていうのは立浪監督はやっぱり高く評価していますし守備重視というところで見れば、まあ、ショートはカリステ選手よりもリューク選手が入ってくるのかなと、まあ、こうした不陣になってくると思います 福永選手とか、まあ、カリステ選手、この辺りも福永選手セカンド、カリステ選手ショートと、まあ、候補ではあるんですけれども、立、ま、浪、あ、監督のこの守備重視の方針、まあ、そして走塁面も期待してというところで考えていくと、現実的にはこういったオーダーを組んでくるんじゃないかと思います。では続いて、このオーダーの最大の課題について見ていきたいと思います。先ほどご紹介した現実的な開幕オーダー、これの課題としては、やっぱり短打型の選手の割合がかなり高くなってしまうということですね。 デューク選手、田中美希ア選手、大島選手、まあ、岡林選手は2塁打、3塁打多いですけれども、まあ、やっぱり全体的に俊足高田型の選手がスタメンに名を連ねるというようなオーダーになっていきますね。まあ、ファーストも宇佐美選手ということになると、まあ、そこまでホームランが期待できるというタイプでもありません。 やっぱり全体のバランスとしては二遊間、そしてレフトもある程度は長打も欲しいところですよね。レフトに関しては特にやっぱり長打力が求められるポジションだと思いますし、まあ、大島選手の年齢的にも少し短打型というところで厳しい部分というのも出てきていると思います。立浪監督は二遊間は守備重視というふうに立浪監督語ってはいるんですけれども、12球団ワーストのこの400得点未満と、 ような課題を克服しない限りは、どれだけ守ったとしてもなかなか勝つことができないというのがまあ今シーズン分かったと思います。素晴らしいピッチングをしてくれた先発ピッチャーたくさんいたんですけれども、それでも勝ち星よりも負けの数が圧倒的に多くなってしまうと、こういったバランスになってしまいました。 立浪監督は点を取るためにチャンスでの一本、ここをものすごく重要視してはいるんですけれども、やっぱり OPS の数値で見てみても、長打が出るっていうことは当然ながらこの得点に直結するというような部分がありますし、どれだけまあチャンスで一本一本と言っても、単打ばかりだとなかなか点が入らないというような状況でもあります。リューク選手は打率が1割8分7厘、OPS で言うと456。 大島選手は打率2割8分クリンとかなり優秀なんですけれども出塁率がかなり低いので OPS としては650という数値になっています田中美希也選手もオープン戦では2塁打3塁打結構出ていましたけれども、まあ、タイプ的には当然ながら長打を連発するというようなタイプの選手ではないですし実際どれぐらい打率が残るかというのも未知数というところですね田中選手、リューク選手、大島選手と、まあ、こういった形でオーダーを組んでいくとやっぱり得点力っていう部分ではかなり課題が残っているのかなというような印象が強いですね この織田だと今シーズンとあまり得点力変わらないんじゃないかなっていうような感じがありますでは続いて中田選手の加入というところがあれば打線は変わってくるのかこちらも見ていきたいと思います読売ジャイアンツをオプトアウトでの対談ということになった中田翔選手なんですけれども中日ドラゴンズはかなり早い段階から本格的に獲得に動いています 各紙で報じられる球団名っていうのはかなり中日ドラゴンズの名前多く出てきていますしもう本当にこのまま中日が中田選手獲得するんじゃないかと、まあ、そういった噂っていうのも結構強くなってきました2023年の中田選手の成績を見ていくと92試合の出場で打率が2割5分5厘ホームランが15本37打点の出塁率3割6厘 OPS769 という数値になっています 開幕から少し好調ではあったんですけれども、徐々に調子を落としてしまって、スタメン出場も限定的になってきてしまいました。角、まあ、脇選手と坂本選手と岡本選手と、まあ、こういった選手たちが内野を固めるというところですね、まあ。なかなか中田翔選手、出場機会がなくなってきてしまったと。2022年に関しては、東京ドームとはいえ素晴らしい成績は残っています。109試合の出場で2割6分クリンのホームランが24本、68打点の出塁率3割2分7ン OPS が833という数値になっています。 もちろん東京ドームとバンテリンドームというところになると成績が落ちる可能性っていうのはかなり高いとは思うんですけれどもそれでもこれだけの数値を東京ドームで残せる選手っていうのは中日であれば間違いなく主軸を打てるというような成績にはなっています中田選手としてもやっぱりまだまだ成績を残せるというような自信があるからこそ巨人で控えに甘んじるのではなくリスクを背負ってでも対談をして出場機会を求めると と,いうところになっていますそして中田選手はホームランが注目されるんですけれども打点を上げる力っていうのもかなり高くこれまでも打点を取ってきた選手ですから仮に中日ドラゴンズが獲得できるということになれば当然ながらかなり大きな補強となってきます、まあ、そんな中田選手の加入っていうところも考えた上で打撃重視の重量オーダーを組んでいくと中日でもかなり強い打線が組むことができるとこちらも見ていきたいと思います 攻撃型の2024年の中日ドラゴンズ開幕スタメン予想というところで見ていきますと、1番センターにはやっぱり岡林選手が入っていくと、そして2番レフトにはブライト健太選手、もしくは上林選手がまあかなり調子がいいようであれば開幕スタメンと、まあ、右左によってまあピッチャーによって使い分けるというような使い方もありだと思います。そして3番ライトに細川選手、4番サードに石川選手、そして5番ファーストに新加入の中田選手を入れて、まあ、ホームランもそうですし、打点を稼いでもらうと。 6番キャッチャーに木下選手を入れて、7番ショートにはもうバッティングの方を意識してカリステ選手を入れていくと。カリステ選手は通年で出ればホームラン2桁っていうところは硬いと言えるぐらいの長打力もある選手ですし、来年はさらなる日本への適応というところも考えて、やっぱりバッティング面で見れば入遊の選手ではこのカリステ選手が現状トップだと思います。 そして8番セカンドに福永選手かもしくは田中美希也選手が2割4分以上ぐらい打てれば、まあ、足も使える、盗、まあ、塁もできるという選手ですから田中美希也選手と、まあ、福永選手はバッティング面では比較的いいアピールできたんですけれども得点圏での弱さであったり、まあ、あとはセカンド守備の、まあ、ちょっと動きの悪さというところがありましたから、まあ、この辺りが克服できればっていうところですよね立浪監督が福永選手の守備セカンドでも使えるぞということになってきて8番にこう入れることができればですね、まあ、打線としてもかなり強くなっていきますね そして、代打にビシエド選手とか大島選手、それ宇佐美選手とか、場合によっては中島選手とか、このあたりの選手が入ってくるということですね。代打陣もかなり強くなっていきます。そして、現状の打力ですと、守備固めでリューク選手とか村松選手とか、このあたりのかなり守備指が高い選手を試合の中盤から後半に入れて、例えば、カリステ選手をリューク選手に変えてとか、福永選手を村松選手に変えてとか、まあこういった感じで、中盤以降の失点を防いでいくと、こういった使い方もできると思います。 まあ当然ながら、カリステ選手、福永選手、どれぐらい守備力が上がっていくのか、そしてブライト・ケンタ選手、上林選手がどれぐらい一軍で通用するのか、このあたりの成績次第ではあるんですけれども、こうしたオーダーを組むことができれば、まあ、かなり得点力も上げることができると思います。以上です。